青い頭の男の子守る。男の子どこ？守る。守りたい。神じゃないとダメなのか。私は？さあこれでとりあえず、はい、聞きました。聞きました。宝石モンスターめちゃくちゃ出るやん。いや助かるけど、お金的にもね。今日はどこでお宝探しするぶ？ちょっと待って、あれどこやったんやっけ。クフィ砂漠島やった。違ったっけ。あ、この辺やった気がするんやけどな。んで、多分デビルウェポンのやつがあれやんね。よしよしよし、もう普通に一旦こっから降りようか。滑空で降りるの結構時間かかったもんね。よし、来た来た、集めてきたよ。光の石どうぞ。嬉しいぺよ。なかなかいい部品だ。これならきっと直せると思うっぺ。ふん、デビルウェポンはノズさんの廃工場でバラバラになったもんか。おめえもノズさんの廃工場まで来てくれ。手伝ってもらう必要がありそうだべ。オッケー、何か手伝えますか私。場所どこかな、あの宝石系の方。あ、結構遠そう。もしかしてこれ何？印の場所に行ってみようしか書いてないやん。ちゃんと内容を書いてくれよ。あれ？宝石系モンスターどこ？これ？遠！ここに行かんといかんのか、砂丘の駅。くっ。とりあえずちょっと駅移動しよう。遠いわ。砂丘の駅。で、どの辺ですかね？あれか。これは普通に下から行った方が早いんかな。いまいちよくわからん。地形が。列車で見えねえ。一応アイテムも見とこ。全然他のね、フィールドで買えるっぽいけん。お、客か。よく来てくれた。仕事に入らせてもらうぜ。買いに来た。素材。いや、ないね。全然ないっすね。レシピ。シールドグラタン。オイルジュース。いや、なるべくちょっとね、そんなに必要のないものは、今は、買わないようにしておこう。いや、ただでさえね、今お金貯めんといかんときやけん。どの辺だ？下か？下っぽいね。行くぜ行くぜ。余計な子たちとは戦いたくない。まあ一瞬でやっつけれそうなレベルやけど。めちゃくちゃ低いレベルやけど。おった！モビルオニキスやって。頑張ろう。周りの子たちとレベルの差ありすぎやろ。やめて、私を狙わ、いやー怖い怖い怖い。ちょっと逃げないでくれるか。めっちゃ逃げるやん。え？え？逃げた！逃げたぞ！もしかしてあれか？前回のも倒したとかじゃなくて、逃げられたってことか？そういう感じな気がした。ねえ、絶対そうやんね。確実にそうやと思うわ。だって多分、やっつけたら必ず何かしら、そのなんか、特別なお宝がゲットできるんやと思うけん。めっちゃ近いやん。どこ？どこですか？え？どれかな？岩の形。全然わからんけど。でも、ここからめっちゃ近いんよね？え？いや、全くわからないけど。ここか？あれ？あったー。とりあえずお宝だけでも持って帰ろう。
ね、もう一個が何やった？背中火山島やったっけ？手打ち物だな。これは誰やっけ？あれドルマゲス、なんかそんな名前じゃなかった？あの悲しいなみたいな感じのこと言うやつじゃなかった違うかな。なんかああいう感じのシルエットやったような気がした。よし、駅に戻ろう。とりあえず一個だけでもお宝をきっちり持ち帰るんだ。開けれんかった。何が出るかな。剣弾、敵単体に残属性の小ダメージを与える弾。よし、ふ、降りてしまったけんまあでも近いけんね、大丈夫大丈夫。で次セナック火山島に行って、のノズ平原やった、ノズさんかノズさんの廃工場に向かうと。一旦帰ります。なんか結構造形のお宝多いよね。でも一番テンション上がる鑑定です。なんとなくいいやん。どんなお宝かな。あ、なんか違う気がするな。誰誰、わからない。ナジーンの像、90万。砂の都ファラ、砂の都ファラザードの魔王に使える中心の像。誰、ドラクエ10とかそのあたり。町の名前も全く馴染みがないんだが。こっちじゃないわ。ちょ、見たい見たい。変化がある。いい感じですね。トレジャー。何に変化があるって。お宝リスト。これか。あー、ドラクエ10や、やっぱり。なるほどね。目覚めし5つの種族オンライン。ドラクエ10。ね。ドラクエ10そんなにやってないんよな。でもなんとなくドラクエ10かなっていうのまでは分かった。よし、背中火山島に行こう。あ、お宝占いが変わった。おーし、どのあたりですかね。221。どうなんやろ、遠いんかな。他に近いところがあるか。別にそこまで遠くはない気がするけど。これか。まあ、どっちもそんな変わったもんじゃないぐらいの距離感やね。じゃあまあこのまま進んでいくか。よーし、行こうぜ。上から飛んでった方が早そうかな。行こう。お、すぐそこだ、すぐそこだ。どの敵かな。いや、周りも結構強い。タンザーナイト、あれだな。やっつけようぜ。待って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 、危険危機。ああ、多少残っとるかと思ったのに。ダメやった。回復しようって一瞬思ったのに、周りも強いって。さあ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 。次こそ。ああ、やだな。ちょっと周りの他の敵たち無視したいんですけど。とりあえず下ろして。みんなどこにいるの？いたいた。さあ、ロマン技。行くぜ、シューティングスター。これでもうやっつけたらさ、周りの敵は無視して帰ろう。やった！そっか、長押しか。じゃ、こっち攻撃こんようにしといて。ほらほら、やっぱこういうね、特別なお宝がゲットできるんやって。びっくりした。敵かと思った。ランドかよ、やめてくれよ。あれ？周りの敵も一緒にやっつけた？おー。すげえ、ロマン技。あ、ここなんか、体勢低くして入っていける。大したものはないんやろうけど。いいよ。おー、強メラ弾、敵単体に非属性の大ダメージを与える弾。よかったよかった。
まあ、こういうところにあるぐらいやけん、普通よりかはいいものが手に入るか。よしよし、これで一旦帰って、野津さんに向かいますか。何これ、エジンベアの石、37,000、45,000。田舎者は入ることすら許されない城の地下に置かれている仕掛けが隠された3つの石。エジンベアって何のやつやった？なんなんこれ、初めてのお宝だ。馬の糞オブジェ、そんなオブジェがあるんか。これ宝石系の的なやつよね。192万すごいな。かぐわしい香りを漂わせる馬の落とし物を宝石で再現した芸術品。なんで再現しようと思ったんだ。まあ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 。これでいきますか。野津さんに向かうぜ。あ、近いっすね。何かあったっけ？別にないか。私はシルフ探検隊員のユノ、これから移動するところよ。行き先が同じなら連れてってあげるわ。どこに行きたいの？お、そういうのあるんや。あら、そうなの。気が向いたら行ってね。じゃあ後からちょっと野営地に連れてってね。なんかめちゃくちゃ砂漠屋あるな。ねえ、めちゃくちゃあるよね。そんなに？よっしゃ、これで治るんか。仲間にできるってことかな。やっつけたレベルウェポンの部品が原型をとどめたまま落ちている。しばらく待つとクラップがやってきた。レベルウェポンは？探索連携はなんだ？ダッシュかな。なんとかたどり着くことができたべ。この世界にはかつて財宝王って呼ばれた奴がいてな。ここは財宝王が作らせた兵器工場らしいべ。そいつが死んで以来放置されてるみたいだが、きっとこのデビルウェポンもここで作られたんだろう。なんとか治りそうだべ。それじゃ早速おめえの集めてくれた部品を使って修理を始めるっぺよ。グッ。クラップはどこからか工具を取り出すとデビルウェポンの修理を始めた。体の中に入れとんかな。マヤも手伝ってパーツに3つの部品を取り付けていく。そしてバラバラになったパーツを1つに組み上げていった。おお、治った。なんとデビルウェポンが修理され見事に立ち上がった。ピピピガシュー、ピピピピピピ、うまくできたようだべ。いやー、とても楽しい時間だったぞ。それじゃオラの仕事はここまでだ。あとはおめえたちに任せるとするっぺ。暴れない？青い子守る。私のことかな。ピカピ。青い頭の男の子守る。男の子どこ？守る。守りたい。神じゃないとダメなのか。私は？なんだよ、どういうことだよ。マヤじゃダメなのかよ。こっから上がれるかな。さすがにこの距離無理かな。あ、いける。よっしゃい。でちょっと一旦さ、シェルフの野営地に連れてってや。はい、行かない？平原のシェルフ野営地。よし。オッケー、わかったわ。それじゃあ行くわよ。どこからともなくユノーの仲間のドラキーが現れ、ユノーとマヤたちを運んでいった。またね。私はここを探検したら山頂の駅に戻るつもりよ。それじゃまたね。よし、報告があるんすよ。訓練したいか。調子はどうだ。モンスタービジョンがまだないけどな。はい、この2つは OK。 あとはモンスタービジョンなんよね。1回しか。はい、あと9回やね。ん？なんかどっかに、あー、あれ、あ、これは違うか。いいよ。これダンジョンのやつじゃないよね。イエーイ。やったぜ。探検家？で、早速ちょっと宝箱のマークが出とるけん。どこだどこだ。え、まだ遠そうだな。いや、あっちのやつは
多分、あ、いや別のやつか。こっち？どこすかどこすか。いやなんか違う感じやったね。ダンジョンのやつじゃない？別？ん？別っぽいね。え、どこだ？この辺か？この辺じゃない？おー。ね、こんなところのお宝取っていくけど大丈夫？え、大丈夫そう？なんかめちゃくちゃドラキー寝よるけど。うわ、すげー。なにこれ？二人組。ね、お宝守ってたんじゃないよね、君。超寝よるけど。大丈夫そうですか？で、多分こっちの方向にあるあの19のとこ、あれは多分ダンジョンやと思うよね、お宝の。で、あとなんかあそこの40番とか、え、これ全体的にもしかしてあれかな、ダンジョンかな。パスカル島の絶景を見に行こう。あ、これか。これどこだ？え、どこだ？あ、あの上か。なるほど、なるほど。デイリーのやつよね。見に行こう、見に行こう。この上だな。おっ。上がれんかった。ジャーンプ。ジャーンプ。く。よし。え、何？近くにまたお宝ある？どこや？わからん。とりあえず後から。とりあえず後からまた見る。え、どこ？この上か？この上、屋根の上？ってことかな？ここ入れる？いや、入れんかった。全然入れんかった。え？どうやって行くの？屋根の上。え、屋根の上行けんくない？え、ジャンプで行ける？これ。ちょいと待って。この柵の上あたりから、こっ。じゃーん！ブー！あ、行けたー！やったね。ここか。ふぅ。あれ何のマーク？あー、え？あれ何のマーク？さっきのなんか、あー、なるほどね。デビルエフォンのやつか。何のマークがついとんかと思った。で、なんかこの下あたりにさ、あ、あれか。よし。銀の宝箱。どんどんシルフの野営地からお宝を持っていくぜ。横取りしまくり。やったぜ！魚？魚だ、魚。さあ、とりあえずはまあもう以上かな。多分ここのやつも、ダンジョンやろ。あ、なんか降りて、戻ってきた。じゃ、以上っすかね。うん、多分この地図の印の場所に行ってみようってやつは、ダンジョンやね、きっと。ふんふんふん。オッケー、オッケー。え、あそこまで戻るの遠いな。めちゃくちゃ遠いな。もう普通にあれかな。キミラの翼で帰りますか。ほらほら、なんか二人組。いいじゃん。聖なるナイフ。お、18,000。22,000。邪悪を退ける純銀で作られ、聖なる祭壇で精霊の力に清められたナイフ。いいね、いいね。エッグラ&チキーラの像。めっちゃ懐かしいやん。92万2000。どこかの世界の強そうなモンスターの像。
フェスカリの新鮮な魚23,000。漁師のロブが人魚ディーネのために届けていた魚、全部傷ありや。でも傷ありであれはだいぶ高くない？ほら100万超えたもん。イクラ&チキーラ、またかよ。しかもギンギーラ空賊団やん、やめてくれやめてくれ。ビアンカの像を戦います。くっそー、ギンギーラ風俗団。うわ、狙ってまで来るのかよ。ニャゴスを早く引き取ってやってくれよ。てい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 、あー見えない、助けてー助けてー。でもまあそこまでダメージ受け取るわけではないけん大丈夫か。いけいけいけい。あれなんだ、マークが出てんだ。なんかマーク出てるよね。カミュか。ん、あとこいつだけ。じゃあ違うな、魔王の影もおるね。早くやられろよ、痛い。私がやられそうだわ。回復回復、回復しよる間にやっつけそう魔王の影、そっちにもいるのか。ちょい、地面に潜られるのややこしいな。よいしょ、やっつけたぜ。今回は引いてやる。敵側の声なのね、なるほど。お宝を守った。こっちだってどんどん強くなってるからね。ビアンカの像をギンギーラ空賊団から守った。よしよし、どんどん価値が上がっていくぜ。でちょっとさ、交代しようか。みんな気をつけなよ。うわ超久々、操作キャラがカミューに切り替わった。よーし俺の番だ。なんか強制で交代する時が来るとは。あ、もしかしてデイリーのやつかさっき出とったの、印が。調子はいかがです。風の船乗りの情景。お疲れ様でした。よっしゃ、これで日課がすべて。やったぜ。何これ、魔獣の角。はい、すべてこなしました。やったぜ。キメラの翼大事。で、ちょっとノズさんに行こう。今日のお宝探しはどこに行く？さあ、これで、すぐそこだな。お、何かしら神じゃないといかん理由があるのか。神にやられたってことかな。はい。青い頭の男の子守る。ピピ、あなたあの時の男の子。あなた悪者に襲われた。私あなたを助けたかった。あなたを守るため戦った。でも負けてしまった。神は自分の名を告げ、あれは妹のマヤで悪者ではなかったことを説明してあげたそんなストーリーあったんやっけ。男の子の名前神、妹マヤ、悪者ではない。私は神を守るため新しく生まれ変わった。私の名前は神テクター。これからも神を守りたい。そんな名前に私を連れて行って、あなたのために戦う。どうやらこのマシンはカミュテクターと名乗り、神たちの仲間に入りたがっているようだ。カミュテクターに神たちの本部島の場所を教えてあげますか。ああはいはい、どうぞどうぞ神はカミュテクターに本部島の場所を教えてあげた。カミュテクターは嬉しそうに本部島の受付に向かっていった。さあこれであれかな、これ登れたよねジャンプ、ジャンプ、怖い怖い。これで普通に連れ歩ける仲間になるってことか。
そういうことか。それか本部島にずっといるのか。今日のお宝探しはどこに行く。いや帰ります。ただいま。で受付に向かって行ったんよね。帰りなさい。さあカミューテクターはどこかしら。え、カミューテクターはマヤの状態やったら連れて行けんとかあるかな。さすがにそれはないか。どうもどうも。新しいことがありそうですよ。変なのが来た。ほら普通にここに。あ、すごい。なんかお仲間の候補です。ね、これ何。なんかあのレベルとは別にさ、なんかモンスターのランクみたいなのがあるってこと。確実にさ、あれやん、なんていうん、アプリとかでさガチャ引いたら確実にこれは S ランクとかやん。色味的にこれ何が必要なんやろ。オイルジュース、オイルジュースのレシピなんか売りよったね。さてオイルジュースここで買えるかな。ありがとう。直接オイルジュースでもいいんやけど、ないな。ないな。作れる中にも多分ないんよね。まあ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 、でも、オイルジュースのレシピはもうすでに見た。見たけん、それを買ってくれば仲間にできるってことやね。OK。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。まあさすがにね、カミューテクターとかいうちょっとストーリーもあって名前もねえ、ちゃんと神の名前がついてるような子は仲間にしてあげた方がきっといいんやろうなと。多分他のモンスターと扱いは一緒な気がするけど。まあ、オイルジュースのレシピを買ってきて仲間にしよう。